2023アーリースプリングナイトガーデンイン山下パーク、2023年、初春の、夜の山下公園の様子です。実は私視点ですが、この頃、好きなこと趣味がちょっと一個増えました。もちろんガーデニング、ガーデン見るのも好きなんですが、特に夜の、ガーデンを見るの結構ね、なんかね気に入ってるのよね。まあ人がいない、少ないっていうのもあるんだけど、都会のガーデンはこの夜景とこのお花植物ガーデンの様子のね、この何とも言えない、なんて言うんでしょうかね、このシックな感じというか落ち着いた感じがとっても好きで、お花を見るっていうよりかもこう心を静めながらお散歩をするっていう感じで、私は結構行ったりするんですね。暗いからお花見えないからあんま意味ないじゃんとか思うかもしれないけど、やっぱりね都会だけあって上手にねライティングされてるんですね。そしてまあ結構真夜中というよりかも少し夕方あたりだとお花もしっかり見えるし、結構ねじっくりゆっくり見れたりします。春とか夏の盛りもいいですけども、こんな冬のちょっと寂しい雰囲気も個人的には好きなのね。まあ、3月生まれっていうのもあって、こう初春ってすごく好きなんですね。なので今回もちょっと時間があったので夜の山下公園をお散歩してみました。もちろんバラはありません。この時期なので全てがっつり剪定されていますので、お花は一輪もありませんね。剪定されているからこそ綺麗に整然と並び、その木がどういう樹形でどういう大きさかっていうのももちろんわかります。つるバラがね剪定されてたり誘引されてたりも美しいですが、それと奥に見える都会の夜景とのこのコントラストがとっても素敵。そして山下公園、横浜なのですぐ横が海、今ね氷川丸も見えましたけども、海風、海、そして海なのでお空が広いんですね。広い空、そして夜景、バラ園、ガーデン、これらが相まってなんともおしゃれなのよね。一人で歩いてて、あ、これは恋人が来ても結構楽しめるかなと思っちゃいました。私ガーデンって結構一人で行くので、なぜかというと何せマニアなので一人でお花じーっと見てるのよ。だから彼氏なんか見ないとね、こうガーデンをずっと見ちゃったりするので一人にしちゃうのでね。だから一人で基本的に行くんだけど、夜のガーデンは恋人と行くのが少しおすすめします。いい雰囲気になると思います。特に本山下公園とかちょっと先にある港の見えるところはちゃんとライトアップされてるし、雰囲気もよく作られてます。真っ暗じゃないので、例えば女性一人で今お子さんいるでしょね、女性一人で歩いていても全然全然大丈夫です。全然危なくないので、近くに寄る機会があったらもう1年中いつ行っても、冬だから何もないかなと思わないで、いつ行ってもこれね2月3月の様子だけど十分綺麗でしょ。ぜひ行ってほしいですね。ちょっとこれガーデンから離れて海の様子も見に行きましたけども、氷川丸も素敵ね。昔20年ぐらい前プロダクションにいた時ここに行ったわねなんて思い出しながら、向こうにはこれ千葉よ、東京がの夜景がね美しく見えてとっても素敵ね。ねえ、ふ頭からこう港の見える丘じゃない、港未来のこのビル群素敵でしょ。